北京五輪フィギュアスケートのエキシビションが20日、首都体育館で行われた。クワッドアクセル、4回転半ジャンプが世界初認定された男子4位の羽生結弦、アナは、春よ、来いを待った。コロナ禍の20年秋、国内で一人での練習を強いられた時期に、スケートへのモチベーションを失いかけた。そんな時に、春よ、来いを滑って救われた、やっぱスケート好きだな。闇を抜け出すきっかけをくれた曲だ。同年12月の全日本選手権のエキシビションではコロナ禍の暗闇の今、希望に満ちた春の訪れへの祈りを込めて演じた。